パドバは、イタリア共和国ベネト州にある都市で、その周辺地域を含む、人口、約21万人の基礎自治体。パドバ県の県と。経済、通信のハブ地である。パドバ市の人口はベネト州で、第3位である。ベネツィアなどを含むパドバベネツィア都市圏の人口はおよそ160万人で、ある。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。 日本語文献では、パドバのほか、パドバ、パードバなどと表記されるほか、ベネツィア語名称に由来する、パドア、英語名称に由来する、パドアも用いられる。パドバ県外略図パドバは、バッキリオネ川のアゼにあり、ビチェンツァから東南東へ 31km、州都ベネツィアから西へ 34km、ロビー湖から北へ 38km の距離にある。かつて、 パドバ市内を流れていたブレンタ川は今も市の北部地区をかすって流れていく。農業はベネツィア平野で行われている。パドバの南西にはマルクス・アンナエウス、ルカヌス、マルテアリス、ペトラルカ、ウーゴ・フォスコロ、パーシー・ビッシュ・シェリーラが叩いたエウガネー丘陵が広がる。広いコムネ広場から通じるアーケードのある通りの密集したネットワーク。 そしてかつては古い城壁の周囲を掘りのように囲んでいたバッキリオネ、川の多数の支流には多くの橋が架けられている。アルティナーテモン・ウンベルト一世通りリパドバは来た、イタリア最古の都市であると主張している。伝承によれば、少なくともウェルギリウスのアエネースに書かれた時代からあったといい、自身が繁栄した中世コムルネ時代に証拠が再発見された。 それによると、トロや王子アンテノールによって、紀元前1183年にパドバは作られた。アンテノポスは、パフラゴニアからイタリアにベネティビトを率いて、建設を支援した。市は1274年に、巨大な石のサルコファガスを発掘し、これらがアンテノポスの意外とされると表明した。共和制ローマから、パタウィウムとして知られていたパドバには、アドリアベネティビトが住んでいた。 彼らは馬の飼育と羊から取る羊毛で知られていた。アドリア・ベネティ人の男たちはカンナエでローマ人と戦った。パタウィウムは紀元前45年からローマのムニキピウムとなった。パタウィウムはすぐに無数の戦闘要員を集められるほど強力であった。近郊にあるアーバノは歴史家リウ,ィウスの生誕地とされている。パドバでは ガイウス・ワレリウス・フラックス、アスコニウス・ペディアヌス、プブリウス・パイトスが生まれた。パドバ地域をキリスト教化したのは聖プロスドキムスであったとされる。彼はパドバ初代司教として深く敬われた。古代後期以後のパドバ市はイタリア北東部の多くの都市がそうであったのと同じ過程をたどった。パドバは452年、アッティラが指揮する。 フン族の信仰を受けた。次には、ゴート族のオドけケル、テオドリックの支配を受けた。しかし、ゴート戦争の間の540年に、東ローマ帝国へ従属した。パドバはその後、サイトトーティラによって、略奪、破壊されるが、568年に、東ローマ将軍ナルセスによって、帝国領へ復帰した。その後、ロンゴバルド族の支配を受けた。 601年、パドバは、ロンゴバルドをアギルルフに対し反乱を起こした。12年に及んだ、長く塗られた、包囲戦を、アギルルフ王によって略奪され、死は焼かれた。古代のパドバは消滅してしまった。古代の円形演技場の遺跡と、一部の橋の基礎部分が、ローマ時代から現代まで残っている。パドバ市民は、丘陵地帯へ逃れ、廃墟の中で、 細々と暮らすために戻ってきた。年代記によれば、支配階級は、ラグーナのために死を見捨てた。アギルルフの蛮行からの復興はたやすくなく、ロンゴバルドの次に、フランク王国が北イタリアの覇者となっても、パドバは、かつての栄光の薄せた、小さな町に過ぎなかった。828年のエクスラ・シャペル議会で、パドバの含まれる、 フリウリ地方にある公領と辺境公領は4つに分割され、その一つがパドバ公領となった。北イタリア都市がカトリック教会主権の下にあった時代、パドバは非常に重要とも活発だとも見られていなかった。除人権闘争を通じた政策の一般的な傾向は皇帝優位であり教会派ではなかった。司教は大半をドイツ人が占めていた。 中世最盛期の大事件は899年に起きたマジャール族のパドバ略奪である。パドバがこの板でから立ち直るまで何年もかかった。表面下でいくつもの重要な出来事が起きたことはパドバの後世の発展のための形成であることを証明していた。11世紀初頭、パドァ市民は通常議会または立法議会。 クレデンツァ、または執行委員から構成される組織を作った。12世紀、市民はバッキリョーネ川とブレンタ川の水運圏をめぐって、ベネツヤア・ビチェンツァと戦争状態となった。これは、同盟者を求めずとも、自力で戦えるほどの力をパドバが蓄えていたことを意味した。有力貴族であるカンポサンピエロ家、エステヤ、 ダロマーの家が台頭し始め、パドバ地域を分割した。自らの自由を守るために、パドバ市民は自分たちでポデスタを選ぶことを余儀なくされた。彼らの最初の選択で、エステ家の一員が選ばれた。1174年、大化がパドバを破壊し尽くした。これで事実上の死の再建が始まった。ドゥオモ・ロンバルディア同盟の同時代の改心劇が、パドバを強化するのを助けた。 結果、1236年にパドバと周辺都市で、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は、自らの先制的な代理人として、エッセリーノ・ダロマーノを擁立するのに少々困難が伴うことを知った。教皇アレクサンデル4世のため、エッセリーノは、市民の血を流すことなく1256年6月に、免職した。パドバは、 平穏な繁栄の時代を謳歌した。聖人を祀る大聖堂建設が始まった。パドバはビチェンツァをも支配下に置いた。パドバ大学は1222年に創立され、13世紀に繁栄した。13世紀のパドバの発展が、ベローナ領主カングランデ一世、デル・ラスカラとの対立を最終的にもたらした。1311年、パドバは、 ベローナを譲渡しなければならなかった。1318年、ヤコポダカラーラがパドバ領主に選ばれた。1318年から1405年まで、輝かしいカラーラ家出身の9人がパドバ領主となった。カラーラ家時代は定期的な戦争のために安息のない長い時代であった。1387年、パドバに雇われたジョンホークウッドが、 ジョバンニ・オルデラッフィ、ヒキいるベローナと戦ったカスタニアーロの戦いで勝利した。カラーラケ時代は、ビスコンティ家の兄弟家と、ベネツィア共和国の重要性が増したことで、ついに終焉を迎えた。1405年にパドバは、ベネツィア共和国に降り、その本土属領に組み込まれた。それは1797年に、ベネツィア共和国が滅亡するまで続いた。 カンブレイ同盟戦争時代1509年に死の支配者が事実上変わった時期がある。1508年10月10日、教皇大使、フランス王国、神生ローマ帝国、スペイン王国が反ベネツヤ共和国のカンブレイ同盟を締結した。その同意内容はイタリアにおけるベネツヤ領の完全な解体、条約調印国の間での分割であった。 皇帝マクシミリアン一世は、ベローナとその他領土に加えて、パドバを受け取ることになった。1509年、帝国軍によって、わずか数週間でパドバは陥落した。ベネツィア軍は素早く奪還し、帝国軍の包囲戦にパドバを守り抜くことに成功した。パドバは、文民であるポデスタと軍人である隊長を務める二人のベネツィア貴族によって統治された。 どちらも16ヶ月の任期であった。これらの統治者のもと、代議会が自治政府の実務を果たし続け、パドバ法を施行した。国庫は2人の水道官が管理した。5年ごとにパドバ市民は地元貴族の一人をベネツィアへ講師として派遣した。講師となった貴族はベネツィアに住み、生まれ故郷の問題を見つめていた。ベネツィアは パドバを新しい城壁で防衛強化した。そこには長く世に残る門の,の一連があった。トロンコ・マエストロ・リビエーラ。水路沿いの歩道ラジオーネ1817年頃、描かれた死にオり広場1797年、ベネツィア共和国がカンポ・フォルミオ条約で地図上から消されると、パドバはオーストリア帝国へ活上された。 1814年にナポレオンが単位すると市はロンバルド・ベネト王国の一部となった。オーストリアは北イタリアの進歩的集団に人気がなかった。パドバでは1848年革命が学生暴動となり、2月8日には大学トペドロッキカフェが学生とパドバ一般市民が敵味方に分かれた戦闘の場となった。オーストリア支配下で パドバは産業発展を始めた。最初の鉄道軌道、パドバベネツィア線が1845年に建設された。1866年、コニック・ラッツの戦いで、イタリアは旧ベネツィア共和国領とベネトの残りからオーストリアを押し出す機会を得た。これらの領土はイタリア王国へ併合された。 1866年のイタリア併合で、パドガは北イタリアの貧しい地域の中心となり、1960年代までは、ベネト地方でもあった。これにもかかわらず、市は、経済的にも、社会的にも続く10年間繁栄し、工業が発展し、重要な農業市場、重要な文化技術の中心となった。市には、主要指揮権と多くの連帯を抱えた。 1915年5月24日、イタリアは第一次世界大戦へ参戦、パドバはイタリア軍の主要基地に選ばれた。国王ビットオリオイマヌエール3世と総司令官カドルナは戦時中パドバで生活した。1917年秋のカポレットの戦いでイタリアが退けられると前線がピアーベ川に据えられた。これは パドバから 50km、60km であり、市はオーストリア砲兵隊からの射程距離内に入った。しかし、イタリア軍司令部は退却しなかった。市は、数度にわたって砲撃された。忘れられない功績は、パドバ近郊のサンペラジョ上飛行場からウィーンへ、ガブリエレ・ダンヌンツヨンが飛行したことである。1年後、パドバへの危機は取り除かれた。 1918年10月下旬、イタリア軍はビットリオ・ベネトの戦いで決定的な勝利を挙げた。オーストリア軍は自滅した。1918年11月3日、パドバのビル・ダ・ジュスティでオーストリア・ハンガリー帝国がイタリアへ降伏するビラ・ジュスティ急戦協定が結ばれた。戦争の間、産業は強力に推進され、 これが戦後さらなる発展の基盤をパドバに与えた。大戦後の数年間、仮に労働者と上流階級の衝突が当時猛烈であったとしてもパドバは歴史的な市街の外で発展し、市は拡張し人口が増加した。イタリア内外の多くの地でそうであったように、パドバは戦後すぐに大きな社会的混乱を経験した。市はストライキと衝突で失わされ、 工場と野外は占有されてしまっていた。退役軍人たちは再び市民生活へ戻ることに格闘していた。市民の多くが新たな政治の道、ファシズムを支持した。イタリアのタノコムーネと同様、パドバでのファシスト党はすぐに繁栄の保護者、反革命の権威として迎えられた。市は最大級のファシスト全体集会が行われた地の一つで出席した。 ムッソリーニの演説を30万人の監修が聞いたと伝えられている典型的なファシスト建築である新しい建物が市内でそびえ立った。それらの建物はスパラート広場周辺、鉄道駅、市役所新館、大学の建物である防宮殿の一部に現在も見られる。1943年9月8日、第二次世界大戦でのイタリア降伏に伴い、 パドバはナチスドイツの傀儡イタリア社会共和国の一部となった。市には新国家の公共教育省、軍、軍用空港が置かれた。レジスタンス運動はシンファシスト政権下、そしてナチス支配下でも非常に活発であった。レジスタンスのリーダーの一人はパドバ大学の副総長コンチェット・マルケージであった。パドバは連合国側の戦闘機によって 数度の爆撃を受けた。最も被弾したのは鉄道駅とアルチェラ地区北部であった。これらの爆撃の最中、マンテーニャのフレスコ画を所蔵していた美しいエルミターに教会付属の礼拝堂が破壊された。一部の美術史屋は戦時中イタリア最大の文化的損失とみなしている。1945年4月28日、パドバはついにパルチザンと イギリス軍によって解放された。小さなイギリス連邦、戦争墓地が市西部にあり、これらの軍の犠牲者を埋葬している。大戦後、北イタリアの最貧地方からベネト地方が脱出したのを反映して、パドバは急速に発展した。現在パドバを含むベネトは、イタリア国内有数の裕福かつ活発な地方である。パドバには以下の分離集落がある。 某宮殿。パドバ大学に属するパドバは、1222年創立のパドバ大学で長く有名である。ベネツィア支配下でパドバ大学は、リフォルマトーリロ・ストゥディオ・ディ・パードバと呼ばれた3人の貴族らによって管理された。教授と卒業生の名簿は、長く輝かしい。ピエトロ・ベンボ、スペローネ・スペローニ、ベサリウス、コペルニクス、ファロピウス、 フブリツィオ・タクア・ペンデンテ、ガリレオ・ガリレエ、ピエトロ・ポンポナッツィ、レジナルド・ポール、フランシス・ウォル・シンガム、ジョゼフ・ジュス・トス・スカリジェ、トルクワート・タッソラである。大学は1594年に作られた最古の解剖教室を持つ。パドバ大学は世界最古の植物園を持つ。治療用ハーブを育てるため大学の医学部付属にした。 希少な植物の重要なコレクションを今も持つ。美術史上のパドバは学術史と同様に重要である。大学の存在が多くの多様な芸術家を引きつけたのである。ジョット、フラフィリッポリッピ、ドナテロが含まれる。そして地元芸術家の中からフランチェスコ・スクワルチーネの文科出身の偉大なアンドレア・マンテーニャが頭角を表した。パドバは 16世紀に活躍した建築家アンドレイア・バラーディオの生誕地でもある。彼はパドバ、ベネツィア、ビテンツァ、トレビーゾでビルデを建てた。これらの建築物は18世紀から19世紀まで頻繁に模倣された。探検家、ジョバンニ・バッティスタ・ベルツォーもパドバ生まれである。著名な彫刻家、アントニオ・カノーバは最初の作品をパドバで制作した。 プラートデッラバーレの像がそれにあたる。パドバで最も生活と関わりある場所の一つはアントニアヌムである。プラートデッラバーレの中に据えられたサンタントーニオ教会と植物園はイエズス会のシンプラによって1897年に作られ2002年までそこに維持されていた。第二次世界大戦中、イエズス会のメッソーリーロンカーリャの指揮の下、 ここはハンナチスレジスタンスの本拠地であった。実にメッソーリの死後も残り、2004年にイエズス会によって売却された。ウィリアム・シェイクスピアはジャジャウマならしの舞台をパドバとしている。2007年、パドバの人口は21301万人で、そのうち47.1%が男性、52.9%が女性であった。 18歳以下の若年層は14.87%、年金生活者は23.72%であった。パドバ住民の平均年齢は45歳だった。2002年から2007年の5年間でパドバ人口は2.21%増加した。パドバの出生率は1000人に対して8.49であった。2006年の調査で 人口の90.66%がイタリア人であった。最大の移民集団はヨーロッパ諸国出身者で5.14%、サハライナー出身者1.08%、東アジア1.04%である。現在、パドバで生まれる新生児5人のうち1人は外国人の両親を持つ。パドバはカトリック教会が優勢である。しかし、移民のため一部には 正教会、イスラム教、ヒンドゥー教の信徒もいる。以下の国々の領事館が開設されている。パドバの工業地帯は1946年に作られ、市東部にある。現在、ヨーロッパ最大級の工業地帯の一つとされる。ここには1300社の工場があり、5万人が雇用されている。ヨーロッパのどこからも、 パドバへ商品が到着する。そして世界中、特にアジアへ送られていく。工業地帯には2つの主要鉄道駅、3つのトラックターミナル、2つの高速道路入り口、それらと連結したサービス部門、ホテル、郵便局がある。市内を走るトランスロール自動車では、3つの高速道路 A4 ブレジアパドバ、A4 パドバベネツィア、 A13 ボローニャパドバがある。自由道の出入り口は、市周辺に20カ所以上あり、高配地の町村や地区とつながっている。パドバには、多くの鉄道駅がある。最大は、パドバ中央駅で、16番線まである、イタリア有数の巨大駅である。パドバから1日450本の電車が出発する。年間2000万人以上の乗客が利用する。 その他の駅はパドバ・ポンテ・ディブレンタ駅、パドバ・サン・ラッツァーロ駅、パドバ・カンポ・マルテ駅である。ミラノとベネツィアへ向かう高速鉄道もある。ミラノへは1時間51分、ベネツィアへは20分で行ける。パドバはベネツィア、ベローナ、トレビーゾ、ボローニャの各地の空港に近い。パドバ空港はもはや定期便が運行されていない。しかしパドバには、 イタリア国内に4カ所ある地域管制センターのうち1つがある。およそ50キロメートル離れたベネツヤアが最も近い海港である。都市公共交通にはバス、タクシーとともに新たに導入されたトランスロールがバス道路を走る。市中心部は住民と許可車両を除く自動車を一部締め出している。地区周辺には駐車場が数カ所ある。 また中心部は一部の通りと広場で歩道に制限があり、歩行者と自転車が許可されている。パドバにはおよそ40のバス路線がある。どのトラムにもバスにも監視カメラがあり、GPS が管理している。プロサッカークラブであるカルチョパドバの本拠である。ホームスタジアムはスタディオへウガネオ。2017から18シーズンはセリエ C に属している。 ラグビーチームのペトラルカパドバは1970年から1987年まで11回の国内優勝を数える。また、バレーボールクラブのパルダボーロパドバがある。ありがとうございます。